新しいスーパーマリオを予想しよう。どういうことですか。ついにこの日が来ましたか、中田さん。はい。いやー、お久しぶりです。いや、そんなに久しぶりじゃないです。アニプレックス選手権以来の、この、あ、持ち込み企画ですか。持ち込み企画。スーパーマリオ、ね。これみんな知ってますよね。スーパーマリオいるんですけど、今も日々こう新作がどん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 出てきてるわけじゃないですか、うん、僕らもその新作を予想することができるんじゃないかと思う。あ、次に出るマリオってなんとなくあるでしょ、うんうん、なんかあこんなんですみたいな。まあ確かにね。それを今回予想していく、こういう大会です。なるほど、はい、それでも予想ってどうやってやるんですか。いやだからそのマリオといえばあれあるじゃないですか、はい、マンマミーヤまあね、あれ、まあ、言いますよね、マリオは。どんぐらい似てました今。いや、結構似てた、ね、まあこれ、おなじみ、おなじみですよ、うん、マリオといえばこの声、うんうんうん、これが新作では、うん、マンマミーヤ以外のフレーズ出るんじゃないかみたいな。いや、なかなかもうなくないですか。マンマミーヤでしょ、マリオといえば。完全新作ならマンマミーヤ以外のセリフありますから。あ、そうなんだ。このセリフとともにマリオの新作を予想しよう、こういう企画でございます。確かにね、マリオが絶対言わないこと言ってたら、さすがに僕も分かるはずなんで、うん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 、僕がちょっと一応じゃあそこ判断してみたいな感じで、ね、ありそう、これはあるぞっていうのを言ってもらえればいい。僕マリオすごい好きなんで、はいはい、じゃあ早速やりますか。じゃあもうやりましょう、はい、発案者なんで、じゃあ僕から行かせていただきます。行かせていただきます、はい。ちょっともうこれやっ、実際やってるみたいな感じで、ね、ちょっと僕 も没入してマリオの世界に、はいはいはい、ここで今マリオの新作やってると皆さんも思って見てください。あ、はい、マリオ来るかなよし、 It's me! マリオ。はい、始まった。おお、似てるんだけど、それ64じゃん、ただいくよ、もういくよ。あ、はい、わかりました。文字にも書いてきたんですけど、なんつったこれガンマいいわどういうこと。ガンマいいわマンマミーヤでいいですじゃん。ガンマいいわ。ガンマはあれです、ガンマ GTP、 肝臓の数値が良かった、はい、スーパーマリオ検診あー、これあるでしょ。確かになんかちょっとその健康みたいなのね、あるかもしれない。言うかも、しょっちゅう。もう今や人間の興味っていうのは健康ですから、うん、検診して、まあ、血とかマリオの血抜いて、うん、検査したら数値がバーって並んで、その数値を見たマリオが、うん、ガンマいいわよかったっていう。ガンマ GTP まだまだいけるなっていう。マリオの数値を見る俺たちもユーザーがなんか体験するとかじゃなくて、マリオの数値を見る。そっか、わかりました。ありがとうございます。はい、これ確かにあるかもしれないな、ね。まあ、次々と出てきますから、出場者が。はい、わ、はい、かりました、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、はい、というわけでじゃあ続いては恐れさん。こんにちは、バーグハンバーグバーグのダヴィンチ恐れさんです。オンライン風にしてて、任天堂オンラインみたいな。じゃあもう早速いいですか。はい、もう早速準備できてます。はい、直接プレイして楽しんでいただきたい。あ、じゃあもう新作やらせていただきます、うん、おっしゃ。え？電話？え？どうした？ハロー？ハロー？マンマミア！マンマミア！ヘルプ！ヘルプミー！イッツミー！イッツミー、ディアルマリオ！ギブミーマネー！マンマミア！バイクアクシデント！バイクアクシデント！My girlfriend accident maternity. Money please. Mama mia. Oh. ああ。今度のマリオは劇場型だ。スーパーマリオ詐欺。ダメだって。このジョイコン、ジョイコンを、電話に見立てて、うん、皆さん、マリオのふりをして、ご老人からお金を巻き上げる最悪すぎ
これです。なるほどね。ちょっと詐欺じゃなかったらな。詐欺じゃなかったらちょっと確かに。いやもう詐欺じゃないパターンもあります、ね。あるの？じゃあダメじゃん。いやいやいや。スーパーマリオ詐欺じゃないじゃん。いやダウンロードコンテンツでやっぱ別のモードもあるので、アタリアとか。ダメよもう。あと電車賃がないから貸してくれっていう。いやマリオ。スーパーマリオ噴射。マリオそんなことしない。続いては加藤さん。はい、加藤でーす。元気がいいね。いや元気がいいんですよ今回マリオね、はい、これはもうね本気できましたもん僕。あもう本気で当ててきた。本当になるマリオ。じゃあもう早速いいですか。早速お願いします。すいません、これちょっと毎回陣内智則のコントの恥ずかしいんで。Here we go。 おー始まった。ふぅふぅはっ。いいね。ママミー。あいいね。あ、いいね、いいね、いいね。あれ、あれなんか怪我してません？ It's me! It's... Who am I? どういうこと？どういうことマリオといえば、いつみマリオ。まあ確かそれも言いますね。ゲーム上に最初に出てきたマリオが、うん、誰もいないのに画面のこちらに向けて言うんですよ。そのマリオがなんと記憶喪失になってしまった。スーパーマリオアムネシア。マリオコレクション 1.3 ですね。 1.3 なんだ。はい、このマリオアムネシア、これはもうマリオが今までの記憶を取り戻すたび、はい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 、もうだからマリオがおおおミスターマリオ似てるマリオマリオ、ミスターマリオ、ヘルプ、ヘルプ、ノーこういう、マリオはもう自分がマリオだっていう記憶も自信も失ってるんで、見えちゃって断片をこう手に入れるわけよ、今までの奴らに出会って、俺はどうだったと。あ俺は誰なんだと問いかけるわ。なるほどね。ちょっとしたその今までのいいとこ取りのゲームができるっていう。マリオの最初をやったことない人いると思うんですよね。マリオのこの歴史を知らない人。確かに今もうシリーズもちょっと多すぎるから、そう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 、なんかなんならマリオの入門編みたいな感じで、うん、これでも記憶を失うわけないんですよ。マリオって死ぬんですから、気が終わったら。確かに毎回死んでるから ね。誰がこれ記憶を消したか、おこのミステリーもね。誰いや、引っ張っても出ないから。本編でのお楽しみとはないから。え？え？あ？マリオ。え、誰？誰？誰が一体犯人なのか。誰な？交互期待です。続いては山口さん。はい、お願いします。山口です。お願いします。教えてください。じゃあさっきちょっともうタイトルから。ああ、もういきなり。はい、スーパーマリオレクイエム背景篠原胡蝶子こういう、はい、あの設定があるんで、うん、ストーリー先に言うとキノコ王国なんですよね、あの、うん、大体舞台、うん、そうですよ。でキノコばっか住んでる中に人間が数人しか住んでない世界なんですよ、うん、おかしいですよね。まあまあまあ、そうですね。で、あの彼あのマリオが土管工なんで、うん、掘る仕事してるわけですよ、うん、掘ってるとある手紙が見つかるんですよね、うん、どうおおおおって言ってこう開けるんですけど、うんうん、そしたら、うん、あの篠原胡蝶っていう人が入ってきました。ミノコ王国にあるわけないでしょ。いや、ここがミソ、うん、で、その手記によるとどうやら、うん、キノコ王国と人類は、うん、ずっと長い間戦争してきたんですよ、うん、え？もう1000年ぐらいえ、ちょっと敵国じゃん、マリオは。そう、まあ、聞いてすいません、ちょっともう引き込まれちゃう、引き込まれちゃう。で長い戦争の結果人類は負けてしまったんですよ。人類が負けた。負けた。だから今キノコ王国はキノコばっかりですよ。なるほどね。この歴史が書かれた手記と、うん、この裏に腹さでおくべきかっていうその血で書かれ血文字が書いてあるのと、それと一緒にある布が、うんうん、羽衣。羽衣？羽衣がマントじゃなくて羽衣です。亡者の羽衣が羽衣がずっとこの相棒としてこうマリオの近くずっとふわ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 ってつけるわけじゃない。じゃあもうずっと漂ってる。怖い。意志を持って、これはもう、 そう千年にわたる血ですもん。真っ赤くなって意志を持ってそんなやつ近くにこういう設定です。なるほどなるほど。で、この羽衣もさらに設定して、うん、
ミスると、まあ、死んじゃうんですか、うん、その時に画面内にいる敵の命をすするんですよ。なんでそんなことするすごくないですか。怖っ。で、これをこの羽衣がその命をすすってマリオに与えるんで、うん、マリオは復活するんですよ。あー、なるほどね。そう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 いう、そういう世界です。で、結構ハードな世界観なんで、うん、マリオっていうよりかはコールオブデューティーとかに近い。じゃあ出ない。その時の、まあ、セリフのマンマミアみたいなのも一応あるんですね。だってね、マリオ、ウォー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 。あ、普通だ、やってる、普通じゃん。普通だ、これ、あ、ミスだ。あ、普通だ。ドゥ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 。さあ、なんじら、我の死での旅路のと申せよ。うつしおと冥府の狭間にて、あいまみやなにね、え、なになに、なんて言いましたよ、なんて言いましたマリオ、さあ、なんじら、我の死での旅路のと申せよ。うつしおと冥府の狭間にて、あいまみや。あいまみやか、あいまみえんってこと。確かにちょっとまんまみやでも、そうそうそう、そこまで崩したのよ、寄せなくていいよ、まんまみや、まんまみや、これがスーパーマリオレクイエム。すごい世界観。一回一回これ言うの、一回一回言うの。命の価値ってやっぱりそれなりに重たいんで、やっぱこれぐらいの工場がないとやっぱりね、交換できないですよね。ぜひね、スーパーマリオレクイエム、ぜひプレイしてみてください。ないんだよ。最後、長島さん。お、うん、はい、長島と申します。王国の人です。のこ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 のカメがカメパパ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 パあんまりよくわかんないんですけど、マンマミーヤ聞いたことないってこと。あ、そのスーパーマリオのマンマミーヤは聞いたことなくって、そのカッチャンとかウツオちゃんのこの辺のマンマミーヤ粗悪品しか聞いてない。そうだ、かわいそう。むしろこれがオリジナルだと思ってる。そんなわけない。なるほどね。そう、こうもう想像僕膨らましました。もうね、車、ないし飛行機、うん、ないし宇宙まで行ってるんじゃないかと。おー、うん、そこをちょっと読んでちょっと今回行きたいと思います。なるほど、なるほど、ね、お楽しみですね、はい、真似の真似でしょこれ。あ、始まった。うん、すやすやすや。え、何何何何、寝てんのか。寝てるのか。ギャッピーゲッチャンオーハイ。何何何、今度のマリオはバカンスだ。スーパーマリオゴーイントゥザオーシャン。なんて、ごめん、ちょっと前に、その前になんて言って、もう一回言ってもらって、もう一回言ってもらって、セリフ聞き取れない。寝てたんですか。寝てましたね。はい、正解知る前に、もう一回ちょっと、はい、すいません、寝てた。すいません、すいません、寝てる寝てる、すいません、今もう寝てる、すいません。ギャッピーゲッチャンオーハイ。ギャッピー、はい、ギャッピースイッチのオノマネ。ギャッピーゲッチャンオーハイ。ギャッピーゲッチャンオーハイ。言うわけないでしょ。どういう意味だ。これね、もういろいろ裏付けがあって、裏付けが、スーパーマリオってもう世界的に愛されてるタイトルなんですよ。あ、俺はどうですよね。で、このセリフっていうのも、うん、英語とか日本語とか分かんなくてもなんか楽しそうみたいな雰囲気が伝わる。何の言語でもないけど。そうで、それすごいいい質問で、じゃあ、こう言語解析していきましょうとの件、うん、もうギャッピー、うん、これどういう、どうなんだと思いますこれ。ギャッピーってなんだろう。でもまあとにかくこう、うん、はしゃいでる感じは。いや、分かってんじゃんもう。これだからギャッピーですよね、だから。言うなら、ギャッピーよ。ゲッチャンどう、これゲッチャン。ゲッチャン、ゲッチャン、ゲッチャンって何。これもゲットチャンス。じゃあ、それはもう僕の想像。じゃあ、オーハイ。オーハイ、オーハイ、オーハイ、おはようじゃない。あー、これもいいね。うん、おはようもいい。オーハイ、これはね、オープンヨーハート。違うね。
違う、違うじゃないじゃん。いやいや、もう、でも、いや、でもそれ僕の想像だから、いやいや、言わないよ。おはようでもいいわけ。おはようでもそう、そういうことなんですよ。なるほど、なるほどね。もう疲れたと。だからもう休ませてくれと、うん、っていうところで本当にね、スーパーマリオゴーイントゥーザオーシャン、あ、うん、あでもあのそれすごい実は感が良くて、以前出たマリオで、うん、マリオサンシャインっていう南の島にバカンスに行くゲーム出てます。確かに越されてたでもそれ結局バカンスに行った先でいろいろやった事件がね、あ、そこまでなるほど。でも本当に何も起きないってことね。でもじゃあゲームとしては何をするんですか。まあそのクッパと名であったりとか、名であったりめっちゃ長いやん。めちゃめちゃする。それを言うんだよ。ガッピーゲッチャンワーイ。何言ってんの。はい、というわけで、以上ね、新作マリオが5本、うん、紹介されたわけなんですけど、うん、ちょっともうこれは僕の独断と偏見で、うん、次回のマリオ決めさせてもらいます。おなるほど。次回作の新作マリオはスーパーマリオゴーイングトゥーザオーシャン。おー、ありがたい。その決め台詞にちょっと心つかまれちゃった、うん、それを言ってもうはしゃいじゃってるマリオをプレイしたくなっちゃったから。確かにな。確かに。ウィニングギャッピー。あ、いいですか。いいですか。すみません。いやだから言うとワクワクしちゃってなってあるよね。ちょっとテンション上がってきてますもんね。そうそう、そうなんですよ。新作のマリオさんにチャンネル登録のお願いとかまでね、確かに、そこまでやってもらうか。おもころチャンネル、チャンネル登録と高評価お願いします。ギャッピーゲッチャンワーイ。沖縄の酒みたい。どっちも長嶋さんだったな。皆さんもぜひプレイしてみてください。ありがとうございました。